今まで 30% の収めてたのを忘れてたり、
にしてもらってる、これ消費税かかっちゃってるんですよね。だからそんなことで内部留保の保着金額を増やすというのもあるのに、あるからやっぱり賃上げできるわけですよね。大企業は中小企業はもう大変なのにして、今賃上げという形で増やすことができません。原油などの資源を燃やそうとしたりね、奪い取ったり、あと現地の人たちを守る